バルサルタンとは、主に高血圧の治療に使用される、アンジオテンシン通受用大気候薬の一つ。1989年に合成され、2000年に日本国内で認可され、ノバルティスからディオバンの商品名で市販されている。人の血圧に対しては、小圧物質として、アンジオテンシンが、最も影響を与える。アンジオテンシン愛は、アンジオテンシン変換酵素により、 アンジオテンシン2へと変換され、アンジオテンシン身2が受容体に結合し、心臓、血管や副腎へと作用する。バルサルタンはアンジオテンシン身2受容体に競争的阻害剤として結合し、血圧を硬下させる。添付文書には重大な副作用としてが挙げられている。日本で実施された臨床研究において、 高圧効果や臓器保護効果に関するデータの不正操作が明らかとなり、関連する一連の論文が撤回された。さらに、ノバルティスの社員がその身分を隠蔽して、臨床研究に統計解析者として関与していたことが明らかとなった。 この件で東京地方検察庁は2014年6月11日までにノバルティス元社員の男を薬事法の古代広告違反に抵職するとして逮捕した。2017年3月16日、東京地方裁判所は元社員に対して無罪とする判決をした。2018年7月6日アスカ製薬が製造していたバルサルタン上 AA の原材料に 発言性があるとされるニトロソ化合物、N? ニトロソジメチルアミンが混入しているとして、リコールを開始。混入原因は、中華人民共和国の石膏化会薬業が製造した原材料にあり、同原料を使用して製薬を行っていた22カ国のメーカーも、7月中にリコールを実施した。2019年2月8日上記を受けて、 各製薬会社で調査していたところ、ファイザーが製造しているアムバロハイ号場、ファイザーの特定製造ロットにおいて、インドにある原薬製造所で製造された当該製品の原薬バルサルタンから N ニトロソジメチルアミンが混入していたとして、自主回収することになった。ありがとうございます。